阪南大学高等学校のキャプテン高木千です。今年のチームは一人一人特徴がある子が多いんで、その特徴を生かしたサッカーをしていって、しっかりパスサッカーを中心としたサッカーをしていきたいです。チームの目標は、去年プレミアリーグから落としてるんで、1年でしっかりプレミアリーグに復帰できるようにしたいのと、インターハイと選手権両方優勝して全国でも優勝できるように頑張っていきたいです。